はい、皆さんこんばんは。こんばんは。今回も始まりましたリバネ TV、 司会の岡田です。よろしくお願いします。はい、ゲストの木戸です。よろしくお願いします。寒い。寒いっすね。はい、もうさすがに着込み出しましたからね。そうですね、はい、いやもうほんと最近ね、急に寒くなって、はい、なんかちょっと前までは、言うてまあまだ昼間あったかいかなみたいな。まあまあそうですね、はい、夜とかこう帰る時だけ寒いとか、はい、朝来る時だけ寒いとか、はい、もう最近めっちゃ引いてても寒いもんね。そうですね、手袋ないと後悔するレベルで寒いですね。もうものすごい寒いし、でオフィスの、はい、なぜかねあんまり暖房つけないんですよね。修行なんですかねこれは。別になんか多分つければいいんだけど、はい、なんとなく誰もが暖房に手を伸ばさない。結果なんとなく寒いオフィス、はい、なんとなく仕事をするみたいな。まあそうですね、まあ、立ちが悪いことに、はい、耐えようと思えばギリギリ耐えれるぐらい寒さではあるんですよね。そう、まあ我慢できるかしらぐらい。別に我慢する必要はないんですけど、する必要ないんやけどね、はい、なんかたまにみーくんとかはね、はい、ダウンジャケット着て仕事してるから、ね、そうですね、滝よ暖房とか。雪山ですね。もう滝よみたいな。もう暖房でそんな節約する必要もないんですけどね。別にケチる必要もない。多分あとね、はい、ヒーター出すのがめんどくさいだと思う。ああそうですね、そう今年いつもならね多分もう入ったぐらいにはうん、ファンヒーターがね、そうそうそうスタンバイしてあるんですけど、そうですね、はい、今年はまだ出てないから、まだ出てないんですよね、はい、いよいよ最後まで出ないのかもしれない。いやまだだって2月ぐらいまで寒いしょ。そうですね、さすがに出るよ。はい、まあでも今日はさすがに岡田さんもホットコーヒーをスタンバイして。そう、はい、これウーロン茶なんですけど、ね、ウーロン茶か。いやホット、まあ、麦茶か、ホット麦茶、ホット麦茶、はい、というわけでね、まあ、あったかくして皆さん体調を崩されないようにね。そうですね、はい、皆さんは暖房つけてくださいね。はい、別につけないことをなんか推奨してるわけでもない。そうですね、はい、もうこたつにでも入ってのんびり見てもらえれば。そうですね、そのぐらいのトーンの番組なんで、はい、まあ、エコーは大事ですけど体も大事にしてください。そうですね、はい、よろしくお願いします。はい、さあというわけで、告知の方に行きたいと思います。はい、はい、ただいま今日から開催ですね、はい、自分へのご褒美キャンペーン、はい、こちら、ね、初めてのキャンペーンですね。そうですね、はい、はい、まあ、ね、ここまでの前振りでね、はい、前の年のやつ見てたらもう分かるでしょって言ってきながら違うのを放り込むっていう、ね、そう、それはね確かにね、はい、散々言っといてから。そうですね、何が理解されたかなって思ってたらごめんなさい、意外とこうみんなね、はい、楽しみじゃない人すいません、はい、いや分かるんですよ、分かってもらえます。ちょっとね、はい、このキャンペーンやりたかったのもあるんですけど、1個だけ言わせてください。はい、そろそろね、あの進めるもん進めすぎたんですよ。これ絶対いいよっていうのを常にこう進めすぎて、はいはいはい、今更リコメンドするものがなくなってきたみたいな、はいはい、まあ、もちろんいいよばっかりなんですよ、はい、そうです、でなんか隠れたこういういいところがとかってやろうとか、はい、企画してたんですけど、はい、まあ、ちょっと待てと、はい、うん、それにしたってやっぱりちょっともうちょっとたまには変えたいんじゃないかと、はい、まあ、さすがにこう何でも何でもやってきて、はい、ただやっぱこうお客さんが参加型のものはこうちょっと崩せないのと、はい、クリアランス系はこうお店の事情で変えれない、はい、変えるのはここしかない。はい、はい、ちょっといろいろ考えた結果、はい、やはりこのボーナスシーズン、はい、でやっぱ高いヨーヨーが最近多いです。はい、そうです、高いです、ヨーヨーが、はい、はい、まあまあ他のものに比べれば安いってよくいろんな話で出るんですけど、ゴルフクラブだったり車とかに比べたら安いでしょみたいな、はい、それはね、はい、はい、でも高いもん高いですよ。そうです、はい、でやっぱこうでも高いヨーヨーっていいヨーヨーなんですよ、はい、もちろん安いのが悪いヨーヨーじゃないです、高い方が絶対いいってことはないですけど、はい、高いには高いだけど理由がある。まあそうですね、やっぱり思い切って高いヨーヨー買ってみたいとか、はい、ちょっと思い切って買いたいっていう人すごい多いと思うんですよね。はい、そうですね、でまあシーズン的にもやっぱりね、あのボーナスだったりとかプレゼントだったりとかで、ね、はいはい、一番こうもう買うなら今かなって、いやでもなっていう時期なんですよ。そうですね、はい、ということで、まあ、思い切って一回高いもの買ってみてくださいと、はい、そしたら高いなりの理由が分かります。その上で高いのと安いの使い比べて自分が気に入った方を使えばいいということで、はい、1年間自分が頑張った、はい、自分のご褒美にちょっといいヨーヨーを買ってもらおうというキャンペーンがこちら、自分へのご褒美キャンペーン。そういうことですね。はい、こういう感じですね。はい。はい、簡単に内容を説明させていただきますと、はい、まず1万5000円以上のヨーヨー、はい、1万5000円以上のヨーヨーを買ってもらうと、はい、ストリング100本束が、はい、ほぼ無料になります。なるほど。はい。ですね、まあ、まあそうですね、できればそれつけてもらって、それ後でアップしてもらう方がいいのかな。はい。はい、そうですね。はい。まあ、1万5000円、内容を簡単に説明させてもらいますと、はい、1万5000円以上のヨーヨーを購入していただくと、はい、ストリング100本束が無料になる、はい、こちらがですね、ちょっと
うちのシステム上の都合で、はい、2490円の割引をかける形になるんですよね。なるほど。最大。はい。はい、ですので、15000円のヨーヨーと一緒に、100本玉のストリングをカートに入れてもらえると、はい、自動的に最大2490円まで割引します。なるほど。ただこれですね、システムの都合上、ストリングの値段が2490円以下だった場合、はい、そのストリングの値段までの割引になります。はい。例えば、1990円のストリング。まぁ、ちょっと安めのストリング最近もありますよね。はい。はい、ミオストリングだったりとか、C3 ストリングだったりとか。はい。こちら1990円のストリングなんですけど、15000円の言うと、こちらを一束入れてもらうと、はい、割引は1990円です。はい。はい。500円ちょっともったいないですね。そうですね。ところがこちら、二束入れてもらうと、はい。はい。2490円マックスまで割引をかけることができます。はい。みたいな形でね、まぁ、ご自分の好きな、タイプのものを好きなように組み合わせて2490円の最大割引聞きますんで、ほぼまあ一束ただってことですよね。そうですね。はい、っていう形で、はい、購入していただけるというキャンペーンになってます。はい。そしてさらに高額なヨーヨー、はい、2万円以上のヨーヨーを購入していただいた場合は、なんとその1万5000円以上のストリング1本無料に加えて、ディフコン級ベアリング、はい、サイズ C、こちらをおまけでつけます。なるほど。はい、ディフコン級ベアリングもね、今はちょっと高いです。はい、1990円と、はい、ただやっぱり性能は素晴らしいということで、はい、まあ、僕も未だに愛用してますし、はい、はい、やっぱりディフコン級ベアリング、特にまあ国内海外どちらも使用選手すごい多いんですよね。そうですね。はい、なので、まあ、ぜひこちらも使ってみてもらいたいなということで、はい、高額なヨーヨーを買ってもらったら、もう自分のお気に入りのストリングとしてアップグレードのベアリングまでついてくるという感じで、はい、まあ買うなら今かなと。そうですね。はい、まあ、実質5、6000円分お得っていうことですからね。そうですね。はい、結構お得になってるんですよね。4500円ぐらいですね。はい、はい、お得になっています。はい、で、まあ、こちら2万円以上だと、例えば今だとね、チタンのヨーヨーが若干流行っております。はい。はい、まあ、チタニウムドリームだったりとか、まあ、クラウン ST もなんですけど、まあ、クラウン ST はこの後ちょっと紹介するものがあるんで、そっちで買ってもらった方がお得かもしれません。また、バーサーカー SS ね。バーサーカー SS だったりとか、はい、バータックスだったりとか。そうですね。はい、最近やっぱり非常に性能がいいと同時に、高額なヨーヨーもたくさん増えてますので、はい、ぜひね、この機会に思い切って、ちょっと気になってた高いヨーヨーを手にしてもらえたらなと思います。はい、はい、もちろん1万5000円以上でもね十分お得なので、はい、まあ、例えば今だと CLYW のヨーヨーとかほとんどが1万5000円以上です。そうですね。まあ、この辺のヨーヨーとストリングを組み合わせて購入していただくと、まあ、大変お得に買い物ができるということになってますので、はい、ぜひこちらの方も合わせてご利用いただければなと思います。はい、はい、よろしくお願いします。はい、はい、こちらが来週の水曜日ですね。そうですね。あ、ちょうど1週間です。はい、はい、期限もちょうど1週間ですので、はい、まあお見逃しないようによろしくお願いします。さあ、そしてですね、今週末12月12日土曜日、はい、愛知ヨーヨー祭り、はい、はい、こちら開催いたします。はい、1ヶ月半ぐらい前から告知はさせてもらってるんですけど、はい、はい、岩倉市民プラザ岩倉駅っていうね、はい、まあ、いわゆる最寄り駅のすぐ近くのところで、はい、はい、やります。最近ですね、この岩倉市民プラザの近くの大型ショッピングモールっていうほどじゃないです、はい、ショッピングセンターが改装してオープンしたので、はい、ちょっと人が多いかもしれないです。そうですね。はい、ただまあ途中でちょっと抜けたりとか、はい、ちょっとご飯食べっていう時は便利になりました。はい、はい、駐車場がいっぱいという時は、まあ、そこに入れたらちょっとお金かかっちゃうかもしれないですけど、はい、はい、まあ、なんとかそういうこともできますので、はい、はい、ぜひね、まあ、一応祭り来れる、来やすくはなってると思うんで、はい、はい、ぜひ来てみていただければなと思います。はい、まあ、内容としてはね、まあ、イメージとしてはヨーヨーで出店みたいな、はい、はい、お祭りみたいな感じのことをやりながら、まあ、まあ、耐久だったりとか、みんなで遊べるミニゲームをいろんなのをやって、はい、で、まあ、ヨーヨーのいろんな楽しみ方をやってもらうっていう趣旨の企画になってますので、はい、はい、ぜひね、これでこの機会に、まあ、ヨーヨーでいろんな人とつながることもできますので、はい、初めての方もぜひ遊びに来ていただければなと思います。はい、ヨーヨー初めて5秒の人でも楽しめる競技が目白押しでございます。そうですね。はい、5秒あるか今のは言い過ぎじゃないか。まあまあまあ、まあ、フォワードパスマッハだったりとか、5秒の人今のはちょっと持ったな。持ったかな。はい。まあでも本当にロングスリーパー、フォワードパスから競技があるわけですよ。そうですね。まあもちろんなので、はい、ロングスリーパー、フォワードパスできるよって人は、はい、十分、まあ、賞賛があるゲームもあります。はい。はい。ですので、で、まあもちろんね、この、ヨーヨー祭りの、企画でみんな楽しみにしてるけど、景品がね、はい。はい。毎回結構多めに用意してるのと、はい。なんじゃこりゃっていう景品もあります。まあそうですね。はい。すごいなっていうのと、はい。こんなもんリワインドで見たことないぞっていうものも、そうですね、はい、はい、出てくるようなゲームもありますので、はい、はい、ぜひね、皆さん遊びに来ていただければなと思います。はい、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、
それでは新商品紹介を行きたいと思います。木戸さんよろしくお願いします。はい、まずは再入荷のコーナーなんですが、はい、こちらアクセサリーからいっちゃいましょう今日は、はい、じゃん、アーマーホルダー、はいはい、アーマーホルダー、まあ、大人向けのね、ヨーヨーグッズとしても人気なものなんですが、はい、こちらね結構入るたんびにもうなんかすぐパパパッと、そうですね、もう特に人気の色とかすぐなくなっちゃうわけですよ。そうですね、はいはい、で作るのにも手間かけてるんで、そうなんですね、はい、結構ね売り切れてから入るまでのスパンが長いので、はいはい、気になった方お早めに、はい、お早めにどうぞ。今回はブラックが入ったのかな、はい、はい、あの黒色一番ベーシックなやつが入りましたので、はいはい、やっぱなんだかんだで革といえば黒っしょっていう人多いと思いますんで、はい、ぜひねそちらの方気になってた方は今のうちに手にしてみてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ続きましてヨーヨーいきましょう、はいはい、こちらですね今日ちょっとあのこの後いっぱいあるんでちょっと巻きでいきます、はい、こちらブレイド、はい、ブレイド、はい、こちらエアロ用の新作なんですね。エアロ用の新作ですね、はい、はい、まあ、この間アトムの新色が入りましたけど、はいはい、このブレイドっていうのは、まあ、アトムの対となるというかペアになるようなヨーヨーだと思ってますから、はい、いいと思います、はいはい、このブレイド自体はこんな感じでじゃん、こんな感じでバタフライシェイプなんですけど、はい、真ん中も見てください、ギャップ狭いですよね。薄型ベアリングが入ってるわけですね、はい、サイズ C- のベアリングが入っていて引き戻しのバタフライシェイプのようとなっております、はいはい、ですので、まあ、こっちが、まあ、アトムがビギナー、どっちかというとルーピング向けのビギナータイプ、はい、でこっちがストリングトリック向けのビギナータイプという、はいはい、そういう分類になるわけですね、はいはい、だから当店でね、あの、まあ、すごい最近あのビギナー向けのヨーヨーというのがめちゃめちゃ出ていっております。だからやっぱり、はい、あの初めてのヨーヨー何がいいですか、はい、ヨーヨーもすごい多いですし、はい、あのまあ、やっぱりねあの100均だったりとか、はい、あのちょっと昔持ってたヨーヨーでちょっとやったけど、はい、まあ、せっかくだからちゃんとしたヨーヨーが欲しいんだけど、はい、ほとんどできない人は何がいいですか、はい、っていう形であの、まあ、インターネットからのお問い合わせもあれば、はい、あのお店で来店していただける方もすごい多くて、はい、はい、そういう時にねあの初めてのヨーヨーで進めるんですけど何が違うんですかってやっぱり絶対言われるんです。そうなんですよね、はいはい、もうその代表な感じの差です、ね、そうですね、はいはい、基本的にヨーヨーにはそれぞれ性格があり、はい、それぞれで埋め合うっていう形になるということをすごい説明するわけですね。そうですね、はい、でまあ、この回はこのアトムとブレイドがそういう関係です、はいはい、でこのブレイドなんですが、まあ、もちろん引き戻しバタフライシェイプ、はい、ブレインツイスターエレベーターラクラクできます、はい、はい、まあ、言うならば、まあ、当店のビギナー DVD ですね。あ、そうですね。こちらで収録のストリングトリック全部できますよ。そうですね。はい。でですね、さらにそこから上のレベル、はいはい、に行くためにサイズ C のベアリングも搭載できるようになってるわけですね。そうですね、はいはい、サイズ C のベアリングを搭載することによって、はい、バインド仕様になり、はい、そしてラセレーション、グラインド、はい、そうした、ね、ちょっと発展系、ね、バインド用用用ならではの技、はい、そしてより複雑な工程の技ですね、はいはい、ロングスリープが必要なもの、そしてストリングの巻き数が増えるもの、はい、そんな複雑で難易度が高いトリックにもこのブレード一つでベアリングを交換していただければ対応できると、はい、そういったモデルなんですね、はい、なので、はい、まあ、長いこと使えるそうですね、初めてのヨーヨーで買った結果どうせ次のがすぐいるんでしょみたいな心配を、はい、特にお母さんだったりとかすごい思うんですよ、はい、そうですね、はい、はい、まあ、基本的に、ね、自分で買い物できる人は買い替えればいいやって思っちゃう方多いと思うんですけど、はい、でもこれ買ってまた次のがいるんだったら、はい、すぐ必要になるんですかみたいな、はい、そうですね、はい、そういう人にはすごいおすすめですね、はい、これ買ってもらえれば頑張り次第ではすぐ次のが必要になるんですけど、はい、そのまんま同じヨーヨーがすぐ、はい、レベル高いものに進化することができる、はいはい、ベアリングを変えればいいって今言ったんですけど、はい、そのベアリング もう最初から箱の中に付属してますんで、はいはい、何かを変え足したりとか何か新たに、ね、セッティングすごい大げさなことをする必要はありません。中のベアリングを入れ替えてもらうだけで、はい、もうそれ最初についてるものを使うだけで、はい、あのバインド用引いて戻らないちょっと中級者から上級者向けのセッティングになることができます、はいはい、これ個人的にすごい重要だと思ってることがあって、はい、あの昔ちょっとヨーヨーやってたからはい、はい、でやっぱそういうの見てうわああいうのやりたいんです言われる方多いです、はいはい、でそういう方って大体すぐできるんですよ。なるほど、引いてもらえないので、はい、バインドとかって、はいはい、なのででも最初にバインド用のヨーヨーを買って大丈夫かなって不安もすごいあると思うんですよ、ね、なるほど、はい、はい、やっぱりこうちょっとねあの進化したヨーヨーでちゃんと今昔できてた技ができるかなって確認もしながら、はい、できるようになって楽しくなってきたところで一つステップアップしたいみたいな、はいはい、ちょうどその真ん中ぐらいの方って、はい、実は非常に多いのかな。なるほど、はい、そういう人にすごいぴったりですね。はい、昔あったローラーコースターとか、はい、アトミックファイヤーだったりとかああいうのはもう最初の状態で全然できてなおかつベアリングを変えれば
あの動画とかで見たようなすごいトリックも可能になるっていうのがね、はい、はい、すごい一番の魅力かなと思いますね。そうですね、はい、しかもこれちょっと軽めなんですよね。ああ、いいですね。そうなんですよ、はい、最初ね、僕ヨーヨー復帰した瞬間そうだったんですけど、はいはい、今のヨーヨー重ってなったんですよね。確かに昔のヨーヨー、はい、昔ちょっと前のヨーヨーって重たいね。そうなんですよ、はい、実際にその数値でいくと 10g ぐらい軽かったりするんですよ、昔のヨーヨーっていうのが。あ、はい、ストリングトリックのヨーヨーでも全然そのぐらい差があると、はい、まあ、回した時のその疲労感というか負担が結構すごい、まあまあ、こんながっつりくるんだ感はありますね。そうですね、はいはい、なんですけどブレード比較的軽めで、しかも直径が大きいので、はい、軽い上に回転力もしっかりあるっていう、そうですね、はい、いいとこ取りですよね、はいはい、そういったところも初心者さんに受けるポイントだと思いますので、はい、なるほど、はい、はい、というわけでこちらぜひ注目してほしい新しい初心者向けヨーヨーです。はい、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。さあ続きましてはこちらいきましょう。はい、はい、これ今日発売、いや多分明日ぐらいですね。明日かな、はい、明日発売ですね、はい、もうもうの発売です、こちら、はい、ミックステープ、はい、ミックステープ、はい、はい、こちらアクシスですね、はい、はい、アクシスヨーヨーズの、はい、はい、こちら新しいラインナップでございます、はい、はい、まあ、一番最初に出たラインナップはパルスファイヤーというモデルでして、はい、そちらはバイメタルでした。そうですね、はい、はい、ステンレスリウム搭載アルミ合金ボディの、はい、バイメタルだったんですが、はい、こちらはアルミ合金単体のモノメタルです、はいはい、でこのモノメタルなんですけど、はいはい、これですねスペックど真ん中をついてるわけです、ね、あ、なるほど、はい、数値のスペックが重量 66g、はい、直径が 56mm で幅が 43mm ですね、はいはい、もうこれ今のフルメタルやモノメタル攻めたら多分そこになるっていう全部そういう数値なんですよ。はい、はい、はい、66g っていうその平均の数値、はい、平均のその重さでありながらですね、はい、注目していただきたいのは最初に振った時の感触ですね。あ、なるほど、はい、はい、これですねなんか振った時の感触がやたら回るなっていう、ものすごい当たり前なんですけどそこにちょっと驚きがプラスされてるような、はいはい、感覚がありました、はいはい、これですね不思議なことにですねちょっとだけ用が引っ張られるような感触になってるんですね。あ、確かに、はい、ほんのわずかになんですけど、はい、ちょっとなんかバイメタルのそういった一癖あるところをうまーくこのモノメタルに混ぜてるような、あ、なるほどね、はい、そんな不思議な重量配分になってます。はい、はいはい、ですんでそのど真ん中のスペックの数値っていうものをいい意味でギャップ持たせてます。なるほどね、はい、はい、みんなこのど真ん中の数値って逆にねこういろいろ触ってる人は想像ついちゃうと思うんですよ、まあ、そうですね、はい、あ、こういう感じでしょって、でもその予想をいい意味で裏切ってくれる。あ、なるほど、確かにこんなにパワフルにできるんだと、はいはいはい、はい、っていうそんな驚きがあるミックステープです、ね、はい、はいはい、ちょっとこれ真ん中くぼんだこの H プロファイルになってますし、はい、本当に3プロス低減効果っていうのも生まれていますので、はいはい、まあ、よりロングコンボタイプな、はい、はい、ものとなっております。この知ってる人とした感触、はいはい、多分パルスファイヤーが好きだった方にもね受けるんじゃないかなと、受け入れられやすい感じのフィーリングですね。そうですね、はい、しかもお安くできると思います、はいはいはい、非常に安いですね、はいはい、最近やっぱちょっと安い安いって言われてるヨーヨーだったりに比べてもちょっと安い、はいはい、価格になってますので、はいはい、というわけでですね、こちらこれまで、まあ、アクシスヨーヨーまだ一つしかねこれまだ用意出てませんでした、はいはい、ですので、まあ、バイメダル、ああちょっと安いけどでもまだ僕の財布では届かないっていう方、そうですね、いきなり買うにはまだちょっとっていう方多いぐらいの価格ですね。そうですね、はい、はい、ですのでこれをきっかけにアクシスヨーヨーズのラインナップ、はい、これから触れていってもらえたらと思います。はい、はい、よろしくお願いします。さあ続きまして、はい、続きまして、はい、こちらですね、じゃん、秀吉、はい、はい、秀吉、そうだ、秀吉、はい、おお、どこのヨーヨーか一言でわかる。そうですね、はい、はい、もうね多紋が入ったこのロゴですよ、はい、はい、こちら戦国の3つ目のラインナップがですね、あさって販売となります。そうですね、11日発売です、ね、そうです、はい、はい、こちらですね、戦国最初のやつがステンレスリムのバイメタル、はい、はい、でその次がアルミゴハードの内側インナーリムタイプのバイメタル、はい、はい、これまでもうこの2つともね似たようなバイメタルに見えて実は全然違う構造であり、はいはい、そして全然違う素材を使っています、はい、じゃあ3つ目どういうバラエティに富んだものを持ってくるのか、そうですね、はい、はい、思ったらトライメタル、おお、すごい、はい、はい、そうですね、もうこれまでのヨーヨー種の中でも本当に数少ないタイプのヨーヨーです、はい、そうですね、はい、はい、これ真ん中アルミ合金、そして外側ステンレス、はい、そして真鍮リム、はい、はい、そうなんです、3つも使って、そうなんです、はい、外金であり内金なわけですね、今までのそのね、はいはいはい、ヨーヨー的な言い方からするとそういう、はいはい、でですね、まあ、
もちろんバイメタルでもそうだったんですけど、はい、こういったデザインのメリットっていうのはモノメタルでは絶対にできなかった重量配分っていうのができるわけです。あ、そうですね、はいはい、ですので、まあ、バイメタルのものは特に多いんですけど、一番外側の外側にっていう風に強調した、はい、重さを強調したタイプのものがとても多いです。なるほど、はい、はい、でそれに加えてですね、トライメタルはさらにもう一箇所別のところに重量を乗せるわけですね。そうですね、はい、っていうことでですね、これはまず外側のステンレス、はい、そして内側の真鍮ということでバランスを取っています。はい、はい、でこの容量 63g なんですね。はい、はいはい、軽いんですよ、はい、さっき 66g のモノメタルが平均的って言ったんで、はい、まあ、あ、軽いじゃんってなりますよね。はい、はい、でこのくらいの重さのバイメタル、はい、基本的にはステンレスを搭載したものっていうのは、まあまあ、後ろに引っ張られる感触っていうのがありますよ。まあ、ありますね。はい、はい、でトライメタルになると、はい、それがさらにプラスされているのか、はい、って思うと違うわけですね。なるほど、はい、はい、ああ、もうよりもガッと持ってかれるんだろうな、引っ張れるんだろうなって思っていたら全然違って、はいはい、どちらかといえばむしろモノメタル側に寄ってるような、なだらかになりましたね。そうですね、はい、はい、これ一番外側外側に一箇所に寄せたっていうのを、はい、これ実はこのウェイトちょっと内側に寄ってるんですね。おお、なるほど、はい、はい、ですんで、まあ、ヨーヨーっていうのは内側かつ外側にウェイトがあれば回ります。お、はい、基本的には、はい、ロングスリーパー専用のモデルはなので全部樽型みたいになってるわけですね。あ、そうですね、はい、はい、でもワンエタイプのヨーヨーっていうのは外側外側にヨーヨー広げていかないとトリックができないわけです。まあそうですね、はい、はい、ですんでこういった形になって、それでいてできるだけ外側に、そしてできるものは内側にもウェイトを寄せるわけですね。はい、はい、はい、これ見てもらうと分かると思うんですけど、ここに軽くね、こうくぼみがありますよね、はい、ですんで一番外側にまずこのステンレスのウェイトがあって、はい、でさらにこの内側の部分にここですね、ちょうどこのつなぎ目あたりに真鍮のウェイトが寄ってるわけです。なるほど、外かつ内っていうことですね。そうなんですよ、はいはいはい、両方から攻めてるわけですね。なるほどね、はい、はい、これによってかなり強いパワーを稼ぎながら、はい、はい、その癖というのが実はちょっと一個滑らかになっているというか、なるほど、はい、はい、っていうものになってるわけですね。あ、なるほどね、ちょっとなんていうんですかね、はい、バイメタルでも普通にやると、はい、まあ、難しい重量配分を実現できるっていうことですね、はい、そうですね、はい、はい、というわけでですね、この秀吉、はい、なんかもうこれからね、まあまあ、どんなラインナップが出てくるかっていった時にですね、はい、まあ、いろいろ僕たちもね、はい、予想したりとかするわけですけども、はい、トライメタルでこんなに効果的にね、はい、はい、あ、ヨーヨーができるんだって結構驚かされた機種ではあります。そうですね、はい、トライメタルっていうのはもちろんね、僕らの想像の中にはあったりとか過去にラインナップあったんですけど、はい、はい、なかなかね、このトライメタル可能性を感じさせてくれます。そうですね、はい、というわけでこちら秀吉ぜひね11日発売、はい、結構先行のラインナップね、初めスタートダッシュ組もいらっしゃるんで、スタートダッシュ組すごいんでね、はい、はい、あの本当に争奪戦になる可能性もあります。はい、はい、ぜひねこちら注目してください。はい、はい、よろしくお願いします、まあ、ちなみに11日だとね、はい、ちょうどあのキャンペーンの対象のヨーヨーでもあるんでね。あ、そうですね、はい、こちらも合わせてご利用いただければなと思います。はい、はい、で実はですね、ここに商品がないもので、はい、まだいくつかあるんです。はい、はい、あ、すいません、商品はあるんですけどもう一個あるっていうのが一つあって、あ、そうですね、はい、はい、こちらですね、はい、これ何か分かりますか、はい、これオブシディアンなんですね、はい、オブシディアンがなんと4色はい、そうなんです、はい、あの黒曜石って意味のはずなのに実は黒以外も出てきたんですよね。そうですね、はい、っていう、はい、こちらオブシディアンが、はい、あのこの後かな、そうですね、このミラージュ TV の後、はい、販売開始です、はい、はい、になります、はい、グレー、ブルー、レッドの、4色と、はい、合計4色となってリリースされますんで、そうですね、はい、ブラック以外はブラスト加工がされてまして、はい、はい、まあ、メイドインイタリーね、はい、もうなんか聞くだけって言ったらやばいよね。そうですね、職人感がすごいですね。デザインドバイイタリー、そしてメイドインイタリー。かっこいい、すごっぽいよ、ね、そうですね、なんか、え、時計か何かですかみたいな。でもやっぱりね、あのテーマがテーマですので、はい、大人の余暇を楽しむためのヨーヨーっていうことで、はい、やっぱりこう競技向けの攻めた攻めたっていう感じじゃなくって、はい、あの気軽に遊べるっていう、はい、余裕を感じさせてくれるような、 そうですね、そんな感じのフィーリングになってるんで、はい、はい、これは一個持ってて損はないじゃないかな、はい、はい、なんかがっつり練習する人も普段はこういう、ね、余裕のあることができると、はい、なんかより大人のヨーヨーみたいな感じになると思うんで、はい、そうですね、はい、でまあ、これもね、やっぱ数はある程度はあるんですけど、はい、まあ、とはいえやっぱりイタリアからだとやっぱ送料とか関税とか、はい、まあ、時間もかかりますんで、そんなに大量に置いておくことはできません、はい、ですので、まあ、一回売り切れると次入荷は非常にまた待っていただくことになるかと思いますんで、はい、まあ、気になってた方はぜひね、この機会によろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、それでは続きまして、こちらはですね、ヨーヨーファクトリー、はい、はい、写真で失礼します、はい、まずこちら
ちらアビエイター、アビエイター、そしてドグマ、はい、はい、こちらがですね、なんとプライスダウンして新しいカラーで新登場でございます。そうですね、はい、はい、過去でいうトゥーホットみたいなものですね。そうですね、はい、はい、ちょっとこれはいつ、まあ、ちゃんと、ちょうど近いうちです。それ多分明日、はい、早ければ明日には販売開始できるかなはい、っていう感じです、はい。はい。そしてもう一つ。はい。こちらですね。じゃーん。はい。リプレイプロ。プロ。はい。一番これ今画面向かって左側。こちらは、再生産されたカラーですね。イチローイエロー、はい。はい。これはもうジェントリー選手が。そうですね。US ナショナルで優勝した時のカラーです。そうですね。はい。まあ、再販の要望が多かったんでしょう。そうですね。はい。そして真ん中がブルーのマーブルですね。ブルーのマーブルはね、まあ、はい、なんていうんですかね、この時期に見るとすごいアイスブリザード的な。確かに。まあでも逆にこう、寒いと、シュッとして、はい、青とかの涼しげな色って締まって見えるから、はい、そういう意味では写真写りはいいかもしれない、ね、なるほど、はい、まあ、マーブルカラー自体がね、どのパターンもかなり人気なので、はい、これも人気が出るんじゃないかなと思います、はい、そしてもう一つはソリッドですね、はい、はい、ソリッドは、これまで特別なバージョンが結構多く出てるんですが、はい、こちらもですね、はい、エリック・コロスキーバージョンと、そうですね、はい、はい、いうことでピンク、こちら特別なバージョンとなっております、はい、はい、これがですね、まあ、先ほどのドグマ、アビエーターと合わせまして、まあ、近日中、早ければ明日、そうですね、はい、販売できるかなと思いますんで、はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして、はい、最後もう一つ。はい、もう一つ。こちらですね、はい、この写真もうすでにブログで公開しておりましたが、はい、44RPM、はい、はい、ドリュー・テッツ選手とハンク・フリーマン選手のメーカーが新しく立ち上げられておりましたが、はい、はい、今回そこからですね、初めてメタルヨーヨーが出るということで、はい、はい、こちら入荷となりました、はい、ちなみにこのようにリズムという名前なんですが、はい、ロゴこんな感じなんです、ね、はい、めっちゃご機嫌やな乗りに乗ってるという感じが、はい、しますね、はい、こんな感じのリズムというヨーヨー、こちらもですね、はい、まあ、到着次第になるのかな、そうですね、はい、到着次第もしくは到着して1日2日ぐらいで販売開始します、はい、します、多分届くのは明日とかなんですよね、はい、はい、明日、違う、明後日か、明後日ぐらいにおそらくリワインドに到着しますんで、はい、まあ早ければ今週中、遅くても週末ないし週明けには販売開始しますので、はい、こちらも、はい、一応ハンク・フリーマン選手のシグネチャーモデルという扱いに、はい、はい、なるみたいですね、はい、はい、というわけでこちらリズムもですね、はい、まあ、先ほどの騎士たちと合わせまして、はい、はい、近日中発売となる予定でございます、はい、ぜひ皆さん待機しててください。そうですね、いや、はい、最近新機種が非常に多い、そうです、でですね、はい、今日紹介しきれなかったんですが、はい、実はこれ以外にも新機種いっぱいありますんで、はい、また来週もお見逃しなく、そうですね、はい、はい、新機種もいっぱいありますし、まあ、まだアップ途中なんですが、はい、まあ、ヨーヨー USA から一部在庫を戻してきてるので、はい、今まで売り切れだったやつが戻ってきたり、例えばアングラム7075の2、アングラム2の7075のブラックだったりとか、はい、あとスラッシャーだったりとか、はい、まあ、他にもシューターがちょうど売り切れてたのとか、はい、もうそういうのがいろいろ再入荷今からしますんで、はい、はい、こちらの方も合わせてぜひご用意いただければなと思います、はい、お楽しみに、はい、お楽しみに、というわけで本日の新商品紹介は以上です、はい、はい、それでは続きまして、はい、はい、今サイドのバナーにも出てますね、うん、クリスマスのセット、あ、そうですね、はい、はい、こちらを紹介させていただきます、はい、はい、毎年恒例なんですけどね、はい、クリスマスにプレゼントにぴったりなものっていうのはやっぱできるだけね、はい、はい、お得に紹介したいなと思っておりまして、はい、私もクリスマスのセットを用意させていただいております、はい、はい、このクリスマスセットを、まあ、毎年サンタさんからの、ね、はい、お声もありまして、はい、ね、作るのが楽しい企画でもあります、はい、はい、ではまずですね、最初にクリスマス特別セットその1ということで、はい、ステップアップセット、はい、ステップアップセットですね、はい、はい、初心者中級者向けのラインナップというところでしょうか、はい、はい、まずこちらがブレイド、ブレイド、はい、そして次がボルテックス、はい、ハイレックス、はい、ヨーヨー2つ、そしてストリングですね、はい、10本、そしてオイルが2種類と、はい、こちらホルダー、はい、そしてプロテクター、はい、そしてグローブ、はい、そしてバッグ、はい、ものすごい、はい、はい、プレゼントっぽい、そうですね、そうすごいね、はい、今回はひねったわけではないですけど、はい、考えに考え抜いた結果、はい、やっぱりプレゼントっぽいものがいいと、はい、はい、いうことで全てにバッグを入れました、はい、イエーイ、このバッグがですね、はい、このバッグに、はい、入った状態でお届けすることになると、はい、あ、これはそのままですね、これはそのまま、はい、はい、はい、ということでですね、このバッグもすごい、これ物量がすごい感がね、そう、これプレゼントで開けた時のボリューム感はすごいです、はい、はいはい、でこちらのセットですが、ステップアップセットっていうことで名前付けさせてもらってるんですけど、はい、もちろん逆に一番初めての人でも大丈夫です、はい、例えばなんですけど、はい、まあ、お兄ちゃんがちょっとヨーヨーやってると、はい、でお兄ちゃんのためにちょっといいのがいいなってなった時に、はい、まあ、1個しか、特に1個とか
2個しかヨーヨー持ってない人にすごいおすすめなんですよ、はい、なるほど、はい、まあ、例えばこちらのブレイドなんですけど、はい、一番最初の引き戻し状態でそこまでまだあのヨーヨーが上達してない人でも、はい、ストリングトリックだったりとか、はい、そういうプレイができます。やっぱり初めてのヨーヨーで持ってるヨーヨーであのどんなヨーヨー持ってるかにもちろん寄ったりはするんですけど、はい、あのすごい回転力が強かったりするモデルだばっかりじゃないと思うんですよね、はいはいはい、初めてだけに特化してるヨーヨーっていうものもやっぱあったりすると思うんで、はい、しっかり回るヨーヨーっていうのを使ってもらいたいということでこちらブレイドで、もちろんこれ上手くなってくるとどん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 ベアリングを入れ替えたりしてステップアップすることもできますので、はいはい、逆にもうある程度ストリングトリックもできるんだけどなっていう人にとってもステップアップでおすすめなものが入っております、はいはい、そしてこちらボルテックス、これは絶対一個はルーピングを持っててほしいっていう、はい、願いから入れております。はい、はい、あの理由もあるんですよ。もちろんルーピングのヨーヨーそうよくいるんですけど、はい、ルーピングのヨーヨー使わないのにルーピングうまくならないですっていう質問を切ることがあるんです。なるほど、はい、ルーピングループとループがすごい難しいんですよ、はい、何のヨーヨー使ってるこれなんですってそれじゃあ無理だよみたいな、はいはいはい、明らかにバタフライシェイプだったりとか、はい、あの形はルーピングなんですけど、はい、ちゃんとセッティングしないとしっかり戻ってこないようなヨーヨーだったりはいはい、そういうなんかもうちょっと煩わしいヨーヨー使われてる方もやっぱいるんですよね、はい、ただやっぱりねなんか日本人多いんでしょうね、はい、やればなんとかなる根性だと最後は自分の腕だと、はい、工房を筆を選ばずだと、はいはい、工房は筆を選んでます、はいはいはい、ということで、ちょっと安めのルーピングじゃなくって、はい、ちゃんとしたのを使ってもらいたい、はい、ということでこちらボルテックスをチョイスさせていただきました。なるほど、はいはい、本当はね、もうちょっと、ワンランク下のものとかにするかっていう検討もあったんですけど、はい、やっぱここはしっかりやってもらいたいなと、はい、逆にこちらもボルテックスなんですけど、初めてのルーピング、それこそフォワードパスって一番最初に覚えれる技から、はい、ツーハンドのものすごい難しい技まで、はい、コンテストに出るような技まで全部カバーできるヨーヨーですので、はいはい、これ1個あれば片手でできるルーピングは全てできます。なるほど、はいはい、これを使ってできないのは腕です。はい、はい、っていうぐらいいいヨーヨーなんで、ぜひね、はい、皆さん特に難しいメンテナンスもないんで、ぜひ使ってもらいたいなと思います。はい、はい、そしていろいろな小物もついておりますけど、そうですね、まあ、はい、交換用の紐だったり必要なオイル、はい、そしてこちらテーピングだったりとか、はい、でこちら手袋なんですけどフリーサイズになってますんで、はい、手が小さいお子様とかだとちょっと指先余ったりっていうことあるんですけど、まあ、その時は指先優先でこう引っ張ってもらって、はい、使ってもらえればいいのかなと。あとは外にヨーヨー持ち運ぶためのホルダーだったりとか、はい、そして全部しまえるバッグっていうことで、そうですね、はい、もうこれはプレゼントっぽい。そうですね、はい、はい、オイルやらプロテクターやら何やら全部含めてここに全部収納しておけると、はい、はい、いうことでね、はい、はい、プレゼントあげるってことだったら自分で詰めてあげてもほしいんですね。そうですね、もう本当にヨーヨー最近ハマってるけど、はい、何が欲しいかわからない、でも本当最近始めたんです、そんなにまだやってないですって人だと、本当、はい、何も揃ってない可能性もあるんで、はい、全部揃っちゃうっていう安心感はすごいです。そうですね、はい、はい、いくつか用意持っててもこんだけあったら嬉しいと思います。そうですね、はい、はい、まあ、どれもね何個あってもいいものなんで、はい、ぜひねこちらの方を合わせてご覧いただければなと。こちらがですね、はい、9点セットになるんですけど、はい、通常全部バラバラで買おうと思うと12,020円、はい、そこは 25% オフの8,990円、はい、こちら送料無料になってますので、はい、ぜひねこちらご利用いただければなと思います。はい、はい、よろしくお願いします。はい、というわけでこちらでアップしてきましたね。はい、はい、それでは続きまして、はい、まあ、今の競技用の、ね、シンボルマークともいえる、はい、ですね、はい、メタル用を中心としたセットですね。はい、はい、まずこちらじゃん、シャッター、シャッター、はい、そしてストリング、はい、はい、そしてヨーヨーのメンテナンスに欠かせないオイル、オイル、はい、そして先ほどと同じようにグローブ、はい、はい、そしてホルダー、はい、そしてこちらバッグの6点セットですね。はい、こちらバッグ、いや悩んだんです、はい、ヨーヨー1個だしどうしようかなと、はい、ただやっぱりプレゼントっぽさにこだわりました。そうですね、はい、はい、まあ、こちらでもシャッターといえばね、2010年世界チャンピオンジェットリースタイン、はい、はい、こちらの主要選手でも主要モデルでございます。そうですね、はい、もうこのシャッターもう本当メタルヨーヨーで僕らが本当一番よくおすすめしてますし、そうですね、はい、何より本当に人気によく売れているモデルなんですね。そうですね、はい、リワインドの中でフルメタルヨーヨーで一番人気なモデルって言ったら、はい、ほぼ間違いなくシャッターだなと。はい、思います、はい、やっぱ価格ももちろん重要ですけど、はい、このヨーヨーに込められてるストーリーがすごいですよね。そうですね、はい、低価格なのに世界チャンピオンになれて、はい、でなおかつ先日 の, ラスベガスオープン、はい、はい、ラスベガスで行われたちょっと大きなオープン大会、はい、でもジェントリー選手はこれを使って優勝しています、はい、もちろん今2万円3万円のヨーヨーが出てて使ってる選手もいっぱいいる中、はい、このヨーヨーでも十分勝てるっていうものを目指して作ったと。そうですね、はい、本人がやっぱりヨーヨーって
誰でもできるものであるべきだと、はいはい、でやる気はあるし上手くなりたいし、はい、すごい将来有望なのにお金がないからいい用意を使えなくて、はい、練習ができない戦えない勝てないっていう子がいてはダメだと、はいはい、だから絶対に安いヨーヨーで使いやすいヨーヨーを作ってそれを俺が証明するっていうところで開発がスタートしたと、はい、かっこいいですよね。かっこいいね。ストーリーもイケメン、あいつ、はい、ほんまにイケメンじゃないとこがない。探す方が難しい。探す方が、はい、でそのジェントリー選手が使ったヨーヨーと、はいはい、あとそのストリングトリック、紐何がいいですかってよく聞かれるんですよ、はい、もう分かんなかったらこの K ストリングを使ってください、はいはい、これはジェントリー選手が世界大会で使ったのと、はい、同じのも K ストリングは同じものです、はいはい、K ストリングのイエローのノーマルを使ってたかな、はい、はい、そうですね、使ってました、はい、そしてやっぱりこうストリングトリック、スピーディーなプレーだったりとかで、はい、手袋してる選手も多いです、はい、安心してください。ジェントリー選手が使っている、はい、こちら新型の手袋、はい、これ本当にジェントリーはこの手袋使ってるんですよ。そうです、はい、なんかの表紙に1個手袋が欲しいって言ってあげたらめっちゃ気に入ってずっと使ってる。そうですね、はい、あの彼の黒の手袋はこの、はい、全く同じものブラックです、はいはい、そしてやっぱりベアリングをね保護するオイル意外とみんな持ってないんで、はいはい、これ使ってると比較的ベアリング長持ちします。そうですね、使ってください、はい、そしてやっぱメタルヨーヨー、ね、ちょっと見せびらかしたい時用のホルダー、はい、そうですね、まあ、大事にしたい方は家にある他のヨーヨーでもいいです、はい、そちらつけてください、はい、そしてこちらバッグ、はい、やっぱねいろいろ考えた結果、はい、メタルが欲しい方は絶対もう1個ヨーヨー持ってると、はい、最低1個持ってる、はいはい、なんかのヨーヨーを使った結果フルメタルヨーヨーが欲しいってなってるはずだ。そうですね、はい、ということは家にヨーヨーは1個以上ないし 2,3 個あるはずだ、はい、しまってもらおう。そうですね、はいはいはい、これまでのオーケーとヨーヨーと一緒にね、そうですね、はいはい、全部一緒にしまってもらおうということで、はい、バッグも今回セットさせてもらってます。はい、やっぱね、フルメタルヨーヨーって安いとはいえちょっと子供のお小遣いで手が出ないことはあるんですよ。そうですね、はい、何回と何回お小遣い貯めたり、はい、お年玉をはたいてやっと買えるっていう価格にこれでもなっちゃうと、はい、はい、だからこそこのいざっていうタイミングにプレゼントしやすい価格で、はい、しかも全部揃っているっていう、はいはい、ものを用意させてもらいました、はいはい、こちらクリスマス特別セットメタルヨーヨーセット、はい、6点セットで全部合計でバラバラで買うと 12,060円のところ、はい、こちらも 25% オフです。8,990円、はい、大変安くなっております。で、もちろん送料無料でプレゼントさせていただきますので、はい、ぜひこちら一緒にご利用いただければなと思います。はい、はい、よろしくお願いします。あとシャッターはカラーとかも選べますし、はい、スペシャルバージョンスプラッシュだったりとかドラゴンバージョン、はい、あとはプレミアムスプラッシュだったりいろんなバージョンがあるんですけど、はい、追加料金払っていただければそういうちょっと特別なバージョンに変更することもできますので、はい、ぜひそちらも合わせてご利用ください。はい、よろしくお願いします。さあ続きましては、先にこっち行っちゃおうかな、ね、はい、はい、クラウン ST セットというものがございます、はい、はい、こちらですね、まあもう文字通り、はい、はい、まずクラウン ST、 はい、クラウン ST です、はい、そしてケースリングで100本玉、はい、これは100本ですね、はい、こちら100本です、はい、そしてグローブ、そしてよいしょ、ヨーヨーホルダーと、はい、こちらですね、はい、バッグ、はい、ね、この5点セットですね。はい、5点セットですね。はい。この5点セットで、はい、なんと、はい、先に値段いっちゃおうかな。これはもうその方がまず驚きだと思います。はい、普通ならこれ 33,560円。そうですね。はい。はい、のところ、なんと、はい、ヨーヨー本体1個分の代金 26,900 円で、なんと今回この5点セットでございます。はい。プラス、はい、木戸さんがセッティングします。はい。はい。こちらのヨーヨーに木戸さんが普段大会で使ってるメンテナンスを施したものが、はい、プレゼントされる。にぴったりなセットとして登場しております、はい、割と手間をかけるセッティングしますからね。そうですね、はい、レボリューションビームをさして結構丁寧にオイルを飛ばした後、はい、そうですね、はい、もう一回追加でオイルさすっていう、はい、結構丁寧なメンテをします、はいはい、こちらもクラウン ST 自体は本当に今回投票もありましたけど、はい、そこでもすごいおすすめしてもらって、はいはい、で結構欲しいっていう人が多かったんです。欲しいヨーヨーランキングでは、はい、ダントツの1位でしたね。そうなんですよ、はいはい、おすすめにもいたんですけど、もうダントツでなんかその票を、はい、もういただきまして、はい、まあ、それだったらこのプレゼントうってつけなんじゃないかなと思います。はい、はい、まあ、実際に手に取っていただいて喜んでいただいている声もすごい僕自身も聞きますし、そうですね、はい、はい、そこにですね、まあ、今回こんな、まあ、かなりプレゼント向けのセットとして、ね、セットがいっぱい、はい、お届けできるようになっておりますので、はい、はい、しかもなんか本体で1個の代金でこんだけついていきますんで、はい、はい、単純にもう読みが欲しかったとかね、はい、そんな人でもいいわけです。そうですね、実質これが全部タダですからね。そうなんですよ、これタダについてくるわけですよね、はい、すごいよね、はい、バッグとクラウン ST 使うぐらいの人がヨーヨーこれ1個目のはずがないので、まあそうですね、確実に何個かあるわけですよね、はい、はい、を収納できるバッグ、はい、そして、まあ、持ち運べる
ホルダー、はい、そしてこちら進学キッドさんは使ってないけど進学手袋、はい、つけます。あ、まあ、ストリングトリックやってる選手はねやっぱりいることも多いだろうなということで、はい、まあ、おまけでつけます、はい、でこちらケーストリングもう100本束100本あったらもう、はい、もうこれが欲しいぐらいですから、はい、ガチガチに練習してもらおうと、そうですね、いうことで100本つけてます、はいはい、というわけでこちらの5点セット非常にお得な価格になっております、はい、もちろん期間限定ですのでね、はい、はい、お早めに、クリスマスの間だけですので、はいはい、ぜひよろしくお願いします。さあそんなクリスマスの間だけのセット、はいはい、最後これね、はい、もう先ほどから物量が正義みたいなこと言ってますけど、そうですね、はいはい、それを体現したセットがこちらでございます、はい、オールインバッグセット、はい、オールインバッグセット、はいはい、まずこちらブレード、はい、ブレード先ほど紹介しましたね、また紹介しましたね、はい、次リプレイプロ、よいしょ、リプレイプロはあどこだ、リプレイプロ、リプレイプロが出てこない、リプレイプロも入ってます、はい、リプレイプロ、はい、はい、そしてこちらですね、シャッター、はい、はい、そしてボルテックスが2個、お、そしてなんとこれまでつけちゃいますフライト、こちらのですね容量がまず 1,2,3,4,5,6 点、6点ついてきます、はい、そしてあ、はい、はい、はい、リプレイこれですね、はい、そしてリプレイプロ、はい、リプレイプロ、はいというわけでこちら以上の 1,2,3,4,5,6 つのはい、ヨーヨーに加えて、はい、そしてさらにグローブ、はい、そしてオイル2種類ですね、はい、オイル2種類です、はい、ルーピング用とスリングトリッキーを2つ、はいはい、そしてホルダー、はい、そしてプロテクター、はい、ケーストリング10本、はい、そしてバッグ、はい、以上なんと、はい、13点セット、そうですね、13点セット、はい、ということですね、はい、これそれぞれこの組み合わせになった理由があるんです、はいはい、もちろん理由があります、このこういうオールインバックってもちろん名の通り最終的にはバックに全部入れてプレゼンさせてもらうんですけど、はい、いろんなことをやってほしい、はい、はい、もちろんこのバックをまず一番最初にこのセット実は思いついたんですよ、はい、バックの中にヨーヨーが入ってる姿で、はい、プレゼントされた時のテンションの上がり方っていうのはすごい、そうですね、はい、はい、バッとバック開けたらいっぱいにヨーヨーが入ってる、はい、もうそれをぜひ皆さんにはね体験してもらいたいっていうのが一個ありまして、はい、そしてこのラインナップにもそれぞれ意味があります。こちらブレードはもう最初から初めからの人も使えるというヨーヨーですね、はい、はい、初めての人も使えるヨーヨーです。そしてこちらリプレイステップアップにももちろんおすすめな、はい、タイプのヨーヨーになっていますし、はい、これで先日の US ナショナルを、はい、はい、ジェンゼル選手が制したぐらい、はい、使い勝手のいいヨーヨーになっております、はいはい、そしてこちらルーピングはもちろん2個最終的にはいります。なので、ツーハンド前提のものです、ルーピングは。はい。はい、で、そのルーピングの用も、先ほどもお話した通り、もうちょっと安いルーピングの用もあります。はい、ただ、僕たちが最も今おすすめできるなと、はい、はい、感じているものをぜひ使ってみてもらいたいと、はい、いうことで、こちらの2つにしております。はい。はい。そして、オフストリングもぜひチャレンジしてもらいたいと。このオフストリングの用とルーピングの用って、はい、買い足さないとできないんですよ。チャレンジしかできないんですよ。専用のヨーヨーが必要なんです必ず、はい、チャレンジすらできない。これがあればチャレンジは最低でもできるっていう、これがあるだけでオフストやろっかなと思った時に、はい、チャレンジすることができるっていうのが重要だと思いましたので、はい、こちらも使ってもらいたいなと思います、はい、そして最後はこちらメダルもないと、はい、やはりこんだけあっていっぱいあるのに全部プラだとやっぱ寂しい、はい、1個ぐらいやっぱフルメタルヨーヨーが、はい、ということで安心と信頼のシャッターですね、はい、はい、安心と信頼のシャッターを使ってもらいたいということですね、はい、こちらも追加料金次第で特別なバージョンも、ね、そうですね、はい、スペシャルバージョンにもなります、はい、そしてストリングはプロも使っているKストリング、はい、ストリングですね、はい、そしてメンテナンスの必要なオイル、そしてこちらテーピング、ルーピングやるときはねテーピングがないとやっぱり難しいですから、はい、はい、そしてこちらホルダー、ヨーヨーを押しにつける、これもうこんだけあったらどれか1個ぐらいつけましょう、はい、まあそうですね、はい、そしてまあプレイするときの手袋、はい、そしてですねやっぱりここまであって、はい、せっかくだからこれをつけます、はい、カウンターウェイトセット、はい、これがあるとストリングトリック用のヨーヨーと組み合わせれば、はい、カウンターウェイトプレイができるわけです、そうですね、はい、はい、っていうこともあって様々なプレイがこれ1個で楽しめるということで、はい、もうこれは自分1人だけで使うのもったいないですぜひ家族で使ってください、はい、はい、家族でシェアしてください、はい、これはこのセットは家族のものです、は
はい、みんなそれぞれ余裕はあるんでしょうと、はい、ただいざ何かやりたいという時これはみんなで交換して使いましょう、はい、はい、形で大事にみんなで使ってもらうのにもぴったりな、はい、なるほど、これ多分共用のバッグになるかもしれないですね、はい、そうですね、はい、素敵ですね、はい、で逆にこれが全部入ってるバッグを持っていけばどこに行ってもヨーヨーが何でもできます、そうですね、はい、あれ忘れたがないです、はい、はい、そうですね、っていうぐらい全て入ってるセットですので、はい、はい、これがあれば本当間違いないですし、これがもしプレゼントで来た時のテンションの上がり方はえげつい、そうですね、はい、はい、これ実際にね、あのプレゼントを入れた様子の写真をですね、はい、はい、あの実際に商品ページの方に載せてるんですけども、そうですね、はい、ちょっとこちら見ていただきましょうかね、こちらです、はい、ちょっと待ってくださいね、はい、これまでもうポケット小さいところからまで全部使ってますからね、そうですね、はい、はい、パンパン、そうです、はい、これもね、まずこのプロテクター、はい、このプロテクターもヨーヨーのところに入れちゃうわけです、そうですね、はい、でこれあのボトル、あのオイルのボトルですね、はい、これも横に横たわってますけど、はい、これもねサイドのね斜めのポケットに入れるんですし、はいはい、ストリングとかもね全部このサイドポケットに入りますから、はいはい、こんだけのものが1個にまとめれるっていうバッグもまあすごいですけど、はい、はい、それでパンパンにしてる状態っていうのがね、そうですね、はい、夢がありますね、そうですね、はい、これもっと重みがまず面白いと思いますよ、そうですね、はい、はい、プレゼントうわっ重っとわー、カバンだ、ありがとうってバーって開けたらパンパンに入ってる。ギャップがやばい。重たいと思ったんだよっていうね。え、入ってるみたいな。驚きがすごいあると思う。はい。と、はい、いうわけでね、非常にプレゼントにもおすすめですし、はい、まあ、家族みんなで、そうですね。用意で遊ぶのにもおすすめですし、はい。はい、ですし、そう、あとはもうなんかやっぱ最近始めたとかで、はい。もうせっかくだから何でも欲しいけど、はい、何買っていいかわからない、はい、買っときゃ全部揃うんですよ、はい、そのトーンで、はい、そのトーンでもうよくわかんないんだったらこれ買っときゃ間違いないんでしょっていうものの極みです、はい、はい、もうなのでこれは本当にあのクリスマスの時しか出せません、はい、普段からこんなに出せません、はい、はい、ですのでぜひこちらご検討ください、こちらがですね13点セットで全部バラッバラで買っていただくと、はい、25,970円のところ、はい、23% オフで 19,900円と、はい、はい、大変お値打ちになっております、はい、はい、ですのでね、ぜひこちらの方も合わせてご利用できればなと思います、はい、よろしくお願いします、よろしくお願いします、さあ、そしてこの他にもですね、あの、はい、普段からセットコーナーっていうのを作ってまして、はい、そちらの方にですね、あの初めてのフルメタルにっていうことで、あの DV888 のセットなどがね、はい、ちょっとお安くなってたりとかしますので、はい、はい、まあ、その他にもですね、ビギナーセットが結構クリスマスのプレゼントに多く選ばれてますね、はい、そうですね、はい、なぜか、なぜかじゃないですね、全然、はい、なぜかじゃないんですけど、あのヨーヨーってなんか流行ってるらしいです、なるほど、はい、なんかね、あの学校でヨーヨーが流行ってるらしくって、はいはい、プレゼントヨーヨーが欲しいって言うんですけど、おもちゃ屋さんにどうしてもなくって、はい、ここにたどり着きましたと、はい、いう問い合わせをすごいいただきます、そうですね、はい、はい、ここ最近ね、あのサンタさんからのお電話での問い合わせがとても多くてですね、そうですね、はい、はい、それで実際にまあもうあの誰々くんが昔やってたから、はい、はい、で最近またね、はいはい、100均のヨーヨーとかで、先ほども言ってましたけど、はいはい、100均のヨーヨーとかで、はいはい、あのヨーヨー触ってまたやりたいって言い出したとか、はいはいはい、そういった形のきっかけでね、はい、復活するあの大人も子供もいらっしゃるよ、ね、多いですね、はい、はい、まあ、本当にそういった感じでビギナーセットがたくさん世に出ております、はいはいはい、ですのでぜひね、あのプレゼントにもおすすめですし、はい、自分用にもおすすめですし、はい、はい、まあなんか恋人の方がねヨーヨーやられてるっていう方でしたら、はい、あのたまにあるんですよ、たまにですね、毎年何件かあるな、はい、あの彼女さんだったり奥さんが旦那さんのためのプレゼントを一生懸命探してるとか、はいはい、クリスマスに間に合わせるためにギリギリ発売されたものをすごい貼ってるだったりとか、はい、はい、っていうことがよくありますので、はいはい、そういう方もまあヨーヨー自分よくわかんないけど、はい、おそらく欲しいでしょうっていうものが多分あります。まあそうですね。はい。はい、まあ、クリスマスプレゼントとかは、やっぱり早め早めに準備できた方がもちろんいいと思います。もちろんね、はい、発売日近いものをゲットするっていう、はい、それもね、すごい、まあ、はい、愛情だと思うんですが、はい、はい、毎年ね、慌てるサンタさんがいます。そう、慌てるサンタさんがいて、わかるんです、はい。僕らもできるだけ対応してます。はい、で、出荷ギリギリの時間まで出してることも稀にあります。はい、ですが、最後、大雪が降ったら、はい、ソリが動かないんですよ。そうなんですよね。はい、ソリが動かないから、はい、どんだけ僕らが頑張って、はい、どんだけあのトナカイが頑張っても、はい、ソリが動かないから、はい、天候とかのせいで、はい、そうですね、はい、サンタさん間に合わないんですよね。そうですね、はい、でもそればっかりはどうしようもないんで、はい、できるだけ
早めに準備しておくのが吉です。吉です。はい。ですのでね、まあもちろんね、欲しかった色が売り切れちゃったっていうパターンもありますんで、はい。ぜひこちらの方も、早めに早めの行動をぜひ心がけていただければなと思います。はい。はい、よろしくお願いします。さあ、それではお便りのコーナーに行きたいと思います。はい。はい、まずはペンネーム、タリーさんからですね。タリーさん。はい。いつも楽しく見させていただいています。はい。先日、親戚の子供たち6人、6歳から3歳までに、ヨーヨーを披露したらすごく興味を示してくれました。特にデジーベイビーをしたらテンション上がっていました。そこで質問なのですが、これくらい小さい子供たちにはどのヨーヨーがおすすめでしょうか。また子供を受けするトリック、教え方にいい方法があれば教えてください。今度のお正月に子供たちにプレゼントして一緒に遊ぼうと考えています。よろしくお願いします。なるほど、いうことで、はい、子供はね、確かに僕らも常に考えるんですよ、はい、どうやったら楽しんでもらえるんだろう。やっぱり3歳とかだと、はい、本当に正直難しいです。そうですね。はい。はい、よく僕たちがやるやり方で、比較的、やっぱり3歳とかだと、はい。自分がやりたいとか楽しいが優先して、はい、言うことが聞けないパターンがあるんですよ、テンションがあるんです。なるほど。はい。もちろん、しっかり言うこと聞いてくれる子は、比較的覚えてもらいやすいです。はい。どうしても、これはもうしょうがないです。はい。成長段階で、その子がいい悪いとかじゃなくって、はい。どうしてもそういうパターンがあるっていう。はい、日を改めれば可能な時もあるんですけど。そうですね。はい。まあ、例えばこう手を添えてあげてスリーパーをしてあげると、はい、ちゃんと回るとか、はいはい。うちの子3歳ぐらいの時にそれでちゃんと回すことができました。なるほど。はい。ただまあキャッチはちょっと難しかったりしたんですけど、はい。はい。まあでも基本的には小さい子供には、やっぱりアトムとか、はい、あとはワンとかがやっぱり。そうですね。はい。はい、小さい子にもおすすめだったりしますね。そうですね。はい。はい、あ、まあこの年頃って4歳、5歳、6歳の1歳刻みで全然違ったりしますけど。全然違いますね。6歳は、はい、ほぼできると思います。はい。はい、まあ、もちろん、多少の努力はどんな年代の方でもいると思うんですけど、はい、6歳ぐらいの子だと、やっぱワンだったり、はい、アトムだったり、ブレイドだったり使ってもらえれば、はい、ちゃんとした、まあ、教え方だったり、ちゃんとした理解を示してくれれば、はい、確実にできるようになると思います。そうですね。5歳、4歳だとちょっと、際どい。そうですね。はい。で、一応そのくらいの年の子でも握ることができる。あ、そうですね、はい。はい。っていうサイズが結構ワンだったりするんですよね。あ、そうですね。はい。そうですね。そうですね。しかもワン自身も、まあ、ある程度ちゃんと頑丈にできてますし、はい、グラビティプールができるっていうことを前提にセッティングされてますから、はい、はい。はい。ですので、まあ、こうやってやってもらっても、とりあえず遊んでもらうことはできる。そうですね。はい。ということで、結構確かにワンはおすすめですね。おすすめですね。ワンも確かにいいかもしれないですね。はい、そうですね。まだもちろんアトムとか安いので、はい、いっぱい買ってもらって、はい、で子供たちに遊んでもらって、プレゼントしやすい。っていう価格でもありますんで、はい、はい、そのあたりは意外といいかもしれないですね。そうですね。はい、はい、もちろん3歳とかでもできるようになる可能性は十分あります。はい、過去見たことないだけで、そうですね。はい、はい、あんまり身の回りに3歳児がいないんで、はい、はい、一番身近な3歳児以外は知らない。そうですね。はい、一応4歳でヨーヨーを始めて、あ、そっか。で、5歳でダブルループできた子っていうのもいるんですよね。あ、そっか。いるんですよ。実は、実は関西のとある子で実はそういう。あ、そうですね。はい。はい、っていうか、もしかしたら3歳ギリギリいけるんじゃないかなっていう、っていう感じなんで、はい、はい。できるとは思うんですが、ただ、そうですね。根気強く一緒にヨーヨーやっていただければ。そうですね。はい。思いますね。まあ、あとはこう、ヨーヨーを、もちろんやってもらえたら自分で楽しんでもらえたら一番ですけど、はい、それがもし難しかってもせめてヨーヨーは楽しいって感じてもらうことができればそういうのでいくんだったらおすすめなのがまずこちら、はい、トルネードとあと、はい、あ今パッ出る木戸さん、あれですね、はい、あれがカチカチですね、はい、カチカチが、はいはい、このトルネードだとヨーヨーはこれでつまんで回すことができるんで、はい、はい、まあ、巻いた状態でその子供にこう手で持たせて、で、はい、行き場を3、2、1ビュッて引くとそれだけでバーって回り出すんですよね。なるほど。そしたらこの回ってる状態でほらヨーヨー回ってるよっていうのも楽しいですし、手に持ってもらうこともできるんで、手のひらの上で回ってるヨーヨー回ってる回してるこの技術がもうその子にとってはすごい楽しい、すごいヨーヨーっていいものなんだっていう記憶に残ると思うんで、どうしてもこう飽きてしまったりとか、どうしてもつまんなさそうにしてたりしたら、こういうのでヨーヨーって楽しいんだよって教えてあげるっていうのもいいだったりしますね。なるほど。はい。で、もう一つ、おすすめのものがあるんですが、はい、マニュアルアクセラレーションって前放送ご覧になった方、
はい、知りませんかね。そうですね、マニュアルアクセラレーションって言って、はい、ゼンマイ式のヨーヨーですね、はい、はい、それがなんとこちらなんですけど、はい、カメラの前にせっかく出しますね、はい、こういうものですね、はい、そうですね、はい、YouTube でご覧になられた方いると思うんですけど、はい、こちら真ん中のね、スイッチを押した状態で要するに回しますね、はい、これレスポンスないんですよ、そもそも、はい、なので戻ってきません、はいはい、ですので、この状態でカチッってやったらこうやってもうゼンマイですよね、そうですね、まんま。ゼンマイの音がしますね。はい。で、これでまだカチッと押すとこうやって回るということですね。はい、これ、結構長く回りますよ。そうですね。意外と回るんですよ。はい。これ、ロング線パワーした状態だったら、ブランコなんか20往復ぐらい全然できますよ。そうですね。はい。なので、逆に、投げるキャッチをぶっ飛ばして、ブランコのやり方を教えてあげると、はい、ブランコを成功する可能性があります。そうですね。はい。はい、ですので、これ、しかも物理的に、ヨーヨーが投げれない長さでも大丈夫なんです、この機構だと。そう、それ重要なんですよ。3歳とか4歳だと、はい、紐が短くなりすぎて、はい、やっぱ、こう投げないといけない。はい、もう回転かけることが難しい長さになっちゃう、はい、っていうこの場合でもこれだと可能っていうのはね、確かに重要ですね、はい、そうなんですよ、ね、実はものすごい成功法なんじゃないかなと確かに、はい、思いますね、っていうそんな遊び方ができるものもありますんで、はいはい、まあ、一緒にね、まあ、せっかく子供たち一緒にめっちゃね、はい、そんなたくさんの子たちと一緒に遊べるわけですから、確かにね、はいはい、3歳の子も一緒に遊びたいでしょう、そうです、はいはい、その時に仲間外れにならないようにという可能性を高めるためにこういった手段もありかなと思います、はい、はい、よろしくお願いします、はい、はい、さあ、そして続いてのですね、はい、ペンネームオレンジ103ですね、はい、リマインドの皆様こんばんは、放送をいつも楽しみにしております、年末の毎週放送待ってました、ありがとうございます、さて皆さんいつも使いやすいヨーヨーを紹介してくださるのですが、正直これは万人向けじゃないとか気軽に手を出すものじゃないなんていう尖った機種ありませんか、よかったら教えてください、よろしくお願いします、なるほど、はい、尖った機種、はい、なるほど、はい、はい、そうですね、何があるかな。まあ尖った機種で僕は代表だなって思ってるのは、はい、マイティフリーですね。ああ、まあ確かにね。はい。確かに確かに。そうなんです、ね、はい。まあクォーターコインサイズだったかな。はい、まあ日本で言うなら500円玉より一回りぐらいしか違わない大きさの量があるんですよ。はいはいはい。それフルメタルでなんと8000円ぐらいするんですけど、その大きさで。はい。はい。世界最小のボールベアリング搭載ヨーヨーです。はい。ただこれ興味本位で買うと、そうですね。すっごい技難しい。そうですね。はい。はい、あれ何が一番難しいかって、はい、なんかトラピーズとかじゃないんですよね。バインダーが難しいんですよね。そうですね。はい、投げるのも、意外と、今までいよいよ助けられてたんだなってなる。はい。そうですね。そう。やっぱ、普通のバタフライシェイプって、はい、適当に投げてもまっすぐなろうとする力って働いてたんだなっていうのが分かるぐらい頼りない。はい、なるほど。はい。はぁ、確かに。あとはですね、はい、まあ、よく、はい、よくある中で言ったら、実は尖ってる機種って言ったら、木製軸のようですね。木製軸、はい、固定軸、はい。固定軸。はい。固定軸、はい、値段が安いとか、はい、やっぱりイメージ、手に取りやすそう。昔ながらのヨーヨーって感じがするんで、はい、初めてだったりとか、はい、初心者だったり、君はもうこれからスタートしようみたいな感じで、はい、一番安いし、はい、で、手を出される方が、たまにいます、はい。そうですね。やっぱり昔お父さんもこれ使ってたよね。お父さんもこれ使ってたからって。はい、まあ、絶対やめてください。はい、これはもう、もうそういう人向けです、はい。もうこの固定軸だからこそっていう楽しみ方とか、はい、遊び方とか、楽しさっていうのがすっごいいっぱいあるんですよ。はい、ですので、固定軸が悪いわけじゃないです、はい。もちろんこれをディスってるわけではありません。はい、ただ、初めての人のヨーヨーじゃないです。これはものすごい尖ったヨーヨーです。はい。はい。それをね、皆さん一度理解していただきたい。はい、そうですね。この固定軸は尖ってる。はい。はい。ですので、こういうね、どう考えても子供向けだと。はい。はい。どう考えても、子供が好き好んで手に しそうなこのヨーヨーなんですが、はい。超尖ったヨーヨーなんで。はい。はい。まあ本当にそれでの楽しみ方が分かってる方向けです、はい、そうですね、はい、はい、同じ理由で言わせてもらうならこれですね、あ、確かに今言うともう尖ってる、もうすごいこれはね、はい、これ今人気なのは改造してるからっていうことを皆さん肝に銘じてください、そうですね、はいはい、このヨーヨー本当尖ってるんですよ実は、そう、まあ確かに、はい、はい、どんだけ尖ってるかというと、はい、普通で使ってる人はほぼいなく、はい、改造したらめっちゃ使いやすいけど、はい、その改造におびただしいほどの失敗がついてくるっていう、そうですね、はい、はい、フルメタル用1個が高いと思ってる場合じゃないんですからね、はい、はい、はい、でも2000円ぐらいならと思うじゃないですか、そうですね、そんなものじゃ済まないんで、そう、はい、なので超尖ってること十分注意してほしいヨーヨーですね、はい、そうですね、はい、
まあこれだけだとただの注意事項みたいな感じになってます。尖ってるヨーヨー、まあ、過去にもね、うち当店いっぱい入ってます、はい、まあ、例えばここでスティグマとかね。あ、まあそうですね、あれは尖ってますね、はい、もう本当にあれも見た目通り尖ってるんですけど、そうですね、はい、あの六角形ですね、はい、尖ってるヨーヨーですね、はい、はい、とか、あとまあ尖ってるコカ・コーラのヨーヨーとかですね、まあ、あと C で言うならフローレスもある意味尖ってるけどね、まあ確かに、はい、はい、フローレス、まあ、あと同じジャンルで行くならビッグヨーとか、あー、はい、なるほどね、はい、ビッグヨー、まあ確かにあれ、まあ、ビッグヨーもフローレスもそうなんですけど、はい、やっぱ大きい、はい、かつ、まあ、フローレスの場合重たさもありますよね、そうですね、ってなると、はい、バーって投げてバーって乗ったらとりあえず長くスリープするから、はいはい、ちゃんと戻ってきやすいし、はい、っていうことはあるんですけど、オフストリングのね、はい、いわゆる特色の一個としてそれは全然いいことなんですけど、はい、ただやはり平均から見るとものすごく重い、そうですね、逸脱している、そうですね、はい、ものすごくでかいっていうものになっちゃうので、はいはいはい、っていうことを踏まえた上で触れてもらう分にはまだいいんですけど、はい、はい、はい、っていうことですね、はい、個性を理解していただいてということで、個性を理解していただくっていうのが一個重要っていうものがありますね、そうですね、はい、まあ、あとは例えば、まあ、今パッと目に入ったんですけど、コウ君とかみたいに、はい、はい、通常仕様ギリギリのサイズのヨーヨー、はいはい、まあ、これは尖ってるのも一個、もう一個代表ですよね、はい、はい、のはあのマイティフリーほど小さくないので、はい、遊べるんですよね、そうですね、で、はい、このサイズだからできることって比較的多いと思うんですよね、そうです、ただ、はい、あの昔結構いたんですけど、はい、あのやっぱりフルメタルヨーヨー欲しいけど、はい、なんかお金がないからちょっと安いやつがいい、そして自分も手がちっちゃいからちっちゃいのがいい、はい、行き着いた先がポップスターとかトークンぐらいみたいな、なるほど、はい、そういうやつじゃないんだこれは、はい、そうですね、はい、そういうやつじゃないんだ、はい、大丈夫だからそんぐらいでの大きさだったら普通のヨーヨー使えるからみたいな、はいはいはい、感じで、小さいヨーヨーならではの楽しみ方ができるっていう感じで使ってもらうっていう意味では尖ってるんですけど、はいはい、そういう意味では万人向けっていう意味の万人向けではないかもしれない、まあ確かにそうですね、はい、というわけで、まあ、うちな今350種類ぐらいかな、ね、ラインナップあるわけですけど、はいはい、実はこんな感じで節々と、そうですね、尖ったようなものも、はい、ございます、ちょいちょいね、はい、あるんですよね、ちょいちょいある、はい、ね、でもこれ面白いだろうっていうのはね、あ、そうですね、はい、はい、結構アイラブのピビットとかもね、あ、確かに、ね、あったりとか、ね、ありましたね、はい、あったんですけど、まあ、あと尖ったヨーヨーでいけば、まあ使い方次第で尖ることもとか、まあ、例えばオフストリングでたまにね、はい、やってたりする方とかいますけど、そうですね、あの、この間ビデオコンテストでもね、はい、あのファクトリーの1を使ってオフストリングを、はい、はい、使ってた、あれは尖ってるね、そうですね、最後900でしたからね、はい、そう、はい、あれは尖ってるわそう、尖った使い方みたいなのもね、そう、まあ、はい、そういう意味では、はい、あのオフストリングヨーヨーが手元にないから指にあるやつでやっちゃおうっていうのって尖ってるんだよね、はい、まあ確かに、はい、だいぶロックの性能ですそうですね、本当ロックなスタイルでやっちゃう方もやっぱ、まあ、たまにいて、はい、それで壊しちゃうこともあるんで、はい、はい、そうですね、そういったヨーヨーも結構ありますね、はい、はい、まあ、というわけで、まあ、そんなラインナップもぜひね、よかったら探してみるのもいいんじゃないでしょうか、そうですね、はい、はい、逆にこうね、この楽しみ方をしたらめちゃこのヨーヨー尖ってるけど実はめっちゃ重いみたいなね、あ、やつ教えていただけてね、はい、はい、意外と楽しめるのかなと思いますので、そうですね、はい、ぜひお便りお待ちしてます、はい、バイパーとか今面白いかもしれない、バイパー面白いでしょうねはい、はい、あの世界一壊れないように、そうですね、まあ、はい、あとはなんかあの EX シリーズで、はい、普通通常仕様ではありえない形に組み合わせる、ね、ああ、なるほど、はい、はい、とかは結構ね、面白い使い方ができるのかなと思いましますね、はい、はい、というわけで続いてのお便り、はい、本日最後のお便りですね、はい、それでは続いてのお便りは、ペンネームエノギスさんですね、はい、木戸さん、大塚さん、こんにちは、こんにちは、先日船に乗った際にヨーヨーしてみました、 お二人は変わった場所環境でヨーヨー触ったことはありますか、木戸さんは雪の中で動画がありましたね、とても寒そうでしたというと、はい、はい、寒かったです、あれは寒いやろな、はい、そうなんですよ、寒いのになんか写真はめっちゃ半袖やもんなそうですね、まだめくってましたからね、はい、なんで半袖なん、いや、まあ、でそれでちょっとやりにくい技とかあったんですよ、多分とかね、そうそうそう、本当に暑がりなんだなってなるいやでも寒かったですよ、さすが寒かった、はい、僕雪の中で、まあ、僕先に僕の話しましょうか、はい、僕雪の中で撮った写真と、はいはい、あともう一個動画がね、はいはいはい、すでに言われてますけど、はい、あるんですよ、はいはい、で写真の方は、はい、あの12月の札幌、そう、はい、Tシャツだったっしょ、1枚 T シャツでした、せやろ、はい、意味が分かんない、 T シャツ慣れることの意味が分かんないどんだけテンション上がったんだよお前、いや、まあ、熱い男を演出しようってわけではなかったんですけど、はい、酔っ払っとんかい脱いじゃい脱いじゃいみたいないや違うんですよ、あの時本当になんでかパーカー忘れちゃったんですよね、シースルーって書いたパーカーを忘れちゃって T シャツだけシースルーだったんですよ、はい、でなんでインナーにしたんってなるなで室内で暗いところで写真撮るのかなって思ったら、前撮って
った宣材写真が、まあ、暗いところを背景だったんで、今度は別のところで撮ろうってなったわけですよ。あれ俺パーカーないぞってなって。でもそれでもやっぱ行くしかない今。確かにな、はい、やるしかない。もうこうやってね、なんかヘリに乗ってこうやって写真だからこうですよ。完全にもカタカラカラカラって言いながら、な暑いなって言いながら撮って、なんとか過ごして、そしたら3ヶ月後かな、はい、今度は岐阜県白川郷。そうですね、あの吹雪の中ね。そうなんです、吹雪&こうメートル単位で雪が積もる岐阜の豪雪地帯です。はい、そうなんですよ。もうバスで行ったらバスの高さ以上に雪が積もってるああいうエリアです。そうですね、はい、そこにあのシンプソンと、はいはいはい、旅行して、ね、はい、行ってきて、でそこで撮った時はパーカーを忘れなかったので今度は半袖にしたっていうね。そうな、はい、よく言ってたな、はい、今考えたら確かにあの環境はわけがわからなかったですね。わけがわからない、はい、まだ楽しかったですよ。まあそうですね、はい、まあ、変わった環境で言えばね、まあ、寒いだけじゃなくてね、暑さで言えば、はい、今年はだいぶ岡田さんが検討してましたが、はい、今年あの変わった環境でようやく触ったら言うなら、はい、あの僕はすごかったですよ。ですよね、はい、あの、はい、まあ、真夏の体育館の、はい、まあ、ほぼ、まあ、窓もほぼ開かないような柔道、はい、柔道場ですね、はい、真夏の柔道場で、はい、もちろんエアコンがないところで、はい、12時間ぶっ通して練習してたりとか、はい、しましたね。ですよね、はい、もう汗びちょびちょです、はい、もう真夏の柔道場ってキーワードがもうすでに熱いんですよね。もうそうですね、はい、まあ、なんかもうびちょびちょになりながら、はい、いやでも部活動で柔道とかしてるやつはこの環境でやってるんだバスケ部はこれにさらに走り回ってるんだと、はいはい、じゃあできるみたいな。そう、30のおっさんが、はい、自由に若い考え方でひたすら練習しましたね。あ、なるほど。滑りとかは大丈夫だったんですか？もう手袋がもう必須です。手袋と、はい、あとこう肩にかけたりするときに、はい、紐が張り付くんで、はい、なんですかね、あのストッキングを肩にこうかけて、はい、でやるみたいな。そうですね、ないとね、ジャンって火傷になっちゃうんでね。そうそう、はい、でそこでピタッと止まってなんか、ね、はい、紐ってね、そこに寄っていくんですよね。ふわっとなった時にふわっヒュッみたいな、そう、磁石みたいな、そのルートちゃうかったやんこうだったじゃんみたいなルートで張り付いてきたりするんで、はい、やっぱこうそういう必須でしたね、はい、ただ逆にその環境さえ整えれば、はい、どんだけ汗かいてもフリー通せるって分かっちゃったから、はいはい、やろうと。なるほど、はい、しかもそこでやったっていう経験が ね、 あ、まあ、ね、はい、また今後につながるんかな。そう、もし世界大会がね、はい、真夏の屋外でめっちゃ暑いとかだったら僕優勝できるかもしれない、はい、その環境でひたすら練習したのは、はい、俺ぐらいやろワンヘンみたいないやでもその可能性もね、ゼロじゃないわけですよ。もちろんもちろんもちろん、はい、今皆さんね、はい、室内で空調を聞いたところで大会なんか当たり前だと思ってる人、はい、そうそんなことはなくて、2000年の世界大会でしたっけ。そう、2000年、そう、すごかったね。そうですよ、スコールがありまくる。そう、スコールがあった時はフリー一回止めるんですよスコール山まで待とうってみんなテントに入ってる。そう、ね、うちの穴脇店長がシュートザムやってる時にスコール振り始めが来て、はい、ダブシュー失敗したみたいな、はい、話を聞いたことがあ、はいはい、あります。めちゃくちゃやなってなるやつ。そんな環境でも世界大会があったりしたわけですよ。そうですね、はい、いつ空調が止まるかわからない、どこの国に世界大会がやるかわからない。そうですね、はい、ってなった時にもしかしたらこの練習は向くのかもしれない確かにね、できるかもしれない、はい、はいはい、まあ、っていうのとか、あとこう変わった環境っていうので変わってるのか分かんないですけど、はい、結構、バーベキューとかで、はい、水鉄砲バンバン打ちながら、はい、ヨーヨーやってるとか。やりましたね。やりましたよね。はい、はい、そう、もうビチョビチョになりながらね、はい、もう何ですかね、この正しい環境って、なんか一般的に正しい環境って、はい、あまり水気のない、やっぱ紐が水吸うんでね、はい、水気のない、空調の効いた、はい、で室内で、はい、っていう環境を正しい環境というのであれば、はい、真逆ですからね。そうですね、山の中の川のほとりで、はい、水鉄砲をたしなみながらヨーヨーやるみたいな。そうですね、はい、人はどこまでダブルループをできるのかって言って ね、僕やったことありますもん。ああ、そうなんや、はい、だからダブルループしながら行くよ行くよ、はい、バーっていうな、ね、そういえばありました、そんなことも。僕ダブバしながらバケツで頭から水かぶったりしました、ね、かっこいい、うん、うわー、はい、なんかもう俺水かぶる流れだけどダブバしよみたいな。なるほど、うん、はい、よくわかんないこう出る技をやりながらとか、はい、逆に今普通にヨーヨーやる環境と真逆ですけど、はい、今時のヨーヨー意外と、はい、まあ、丈夫って言ったらですけど、はい、水に強いものも多い。ね、ああ、なるほど。だからまあ設計的にあんまり中に水が入らないだったりとか、はい。はい、まあ水入っても取り出せる、乾かせば使える、はい、ベアリングも、まあ錆びないものが最近多いですからね、そうですね、ステンレス製で。はい。はい。とかっていういろんなものを考慮すれば、はい。
意外と水を気にしなくても、はい、紐が濡れたら変えればいいんですよ。まあ確かに、はい、手袋濡れたらもう乾かしていいんですよ。そうですね、はい、そういうのいろいろ考えればどこでもよってできるんですよね、はい、まあ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 そうですね、自然環境で言えばそうですね、そうなのでそういう意味ではまあ屋外でとかっていう楽しみ方って、はい、まあ、今度これやりだすと変わった場所環境って減ってくるね。ああでもそういうなんか別ジャンルの変わった場所で行くと僕1個あって、はい、飛行機の中で CA さんのオフィシャルで用意をさせてもらったことがあります、はい、へえ、はい、そんなんあんの、はい、2009年か、はいはいはい、の、インターナショナルオープン、それは2008年です、2008年のインターナショナルオープンで勝ってで帰国するときに、まあ、日本人の CA さんが、はい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 、僕トイレ待ってたら腰にヨーヨーつけてたんですけど、それ見つけた CA さんがいて、はい、でこれ何ですかって聞かれて、あこれヨーヨーですって、え、はい、見せてもらってもいいですかって言われて、はいはい、でヨーヨー見せたんですね、はい、すごいってなってで、はい、その場はもうその後トイレ行って付き帰ったんですけど、はいはい、その後 CA さんがわざわざファーストクラスのところからワイン持ってきてくれたんですよ、はいおーおーおー、はい、それを持って帰ったっていうのが多分俺だいぶこれ変わった環境だなと思いますけどね、はい、おーなるほどね、はいという出会いもありましたんで、先ほどのプレゼントセットにあったホルダーも意外と意外とこういったところが活用できるかもしれない、そうですね、はい、まあ、いきなり言われたシリーズは結構あるかもね、そういうことはあると思いますよ、はいはい、まあ、なんかそんな変わってもないけど、それで行くなら変わってない方やけど、居酒屋とかで急にね、ああ、はい、十分変わった関係だと思いますけどね、はい、そうなんかたまたま知ってる人と居酒屋行って、はい、その人が店長と仲良くって、はい、やってやってよみたいなのやったら、はい、ふわーってなって、はい、やたら怒ってもらえるみたいなありますね、そういうのもあったりするんで、はい、確かにね、そう、はい、そうですね、でもまあまあでも船の上は俺はまだないかな、あ船の上はないですね、はい、あいやある、えあるんですか、いや違う、まあ、そのなんか船の上でやったっつっても、はい、やってくださいじゃなくて、ね、あデモンストレーションとかじゃなくて、そう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 、はい、当時小学校6年生か中1ぐらいの時にヨーヨー好きな頃に、はい、戦場花火を見に行った時にヨーヨー持ってってたからやったとか、ああなるほどなるほど、そのレベルでよかったらあるんですよ、はい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 、まあ変わった環境でやってたやつって言ったらもうなんかね、アメリカのグランドキャニオンとかああいうところでやってるのを見たら、はい、俺らからしたら変わってるよね、まあ、確かにヨーヨーファクトリーのね、はい、写真は全て、はい、お前らどこでやっとんのよ、そうですね、え、うん、なんでヘリでもチャーターして行ったんですかみたいな、本当にヘリチャーターしてる動画ありますからね、ねファクトリーさんのビデオね、はい、あとシンプソンとかのビデオで、はい、なんか前あったのがなんかシンプソンじゃないかな、どっかのビデオで、はい、日本だと考えられないんですけど、線路の中とかね、ああ、はい、はいはいはい、日本だと考えられないじゃないですか、そうですね、もうその瞬間コラーってあ通報しましたみたいなね、そう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 ってなっちゃうんですけど、はい、まあ、そういうことか海外だからかみたいな、ね、そういうパターンもあるのかみたいな感じになるよね、はい、そういうのはありますね、確かにね、はい、もうなんか1分変わった場所でね、はい、ヨーヨーする経験があるとね、はい、まあ、意外と面白かったりすると思うんで、はい、ぜひそういう経験ある方はお便りいただければなと思います、はい、はい、よろしくお願いします、あそうです、あ一つだけ、はい、ジェイソン・リーさんがね世界一周旅行みたいな時をしてる時に、ね、ありましたね、はい、カザフスタン、タジキスタンみたいなところで、はい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 、砂漠のど真ん中でやってる動画とかがあるんで、はいはいはい、よかったらヨーファクテさんのチャンネルもそういったの覗いてみてください、そうですね、はい、はい、よろしくお願いします、はい、あとは軍人さんがね、はい、基地の中でやってる動画とか一応ありましたね、ありましたね、はいはいはい、うわーってなってその方からご注文いただくこともあるんですけど、はい、基地の中なんで届けれないっていう事件もありそうですね、はい、っていうこともあったりするんですよね、はい、はい、軍人さんはたしなむヨーヨー、はいはいはい、というわけで、本日以上ですね、はい。というわけで、再度告知だけさせてください。はい、ただいま開催中、自分へのご褒美キャンペーン。こちら12月16日まで開催しております。1万5000円以上のヨーヨーを購入していただくと、はい、最大2490円ストリング分が割引になるので、ストリングも一緒に購入してください。はい、そして2万円以上のヨーヨーを購入してもらったら、さらにリフコンケーブベアリングがつきます、はい。こちらは別にカートに入れてもらわなくても、おまけでこちらが手動でお付けしてますので、はい、もうそのままチェックアウトしていただければ大丈夫です。はい。はい、そして12月12日今週末愛知ヨーヨー祭り岩倉市民プラザで開催いたします、はい、こちらの方ぜひ皆さん参加していただければと思いますのでよろしくお願いします、よろしくお願いします、そして最後になりましたが皆さん気づきましたが今日僕たちが着てる服、はい、はい、こちら、はいはい、新しいリワイドのパーカーができました、はい、はい、背中がこんな感じです、はい、そうですね、はい、はいはい、こんな感じです、はいはい、あのトートバッグでも使ったデザインですね、はい、はい、これがもうすぐ出ます、はい、はい、今回これ僕のなんかツートンカラーなんですけど、ね、そうですね、はいはい、このツートンカラーはちょっと販売終わったか分かんないんですけど、はい、ツートンカラーもあります、ツートンカラーもあります、はい、はい、ぜひね、こちらの方も準備できたら販売がしますんで、はい、ぜひよろしくお願いします、よろしくお願いします、さあというわけで本日のリワイド TV は以上です、はい、次回はまた来週、
12月16日ですね。はい、16日にまた皆さん同じ時間、はい、番組でお会いしましょう。はい、それではまた、さよなら。さよなら。あ、ミスった。こっちです。はい。はい。